面白いもんだ。黄金の魔女ベアトリーチェに何百万分の一かの確率でこんな平凡な人生を送れる可能性があったなんてな。でしょ、こういう時私はとても笑えると思うのよ。死んだ猫はリオンだ。だがリオンの存在自体はお前が関心を持っている六軒島連続殺人事件とは何の関係もない。つまり猫箱を開ければ消える猫がリオンだ。そういうことよ。リオンなど所詮は消える猫。でも余興にしては面白かったでしょ。面白いのはお前だけだ。ここに閉じ込められてなければ俺もこんな推理はわざわざしない。どうして私がおかしな探偵ごっこの相棒に選ばれたのか分かりました。どうやらベルンカステルという魔女は人の運命をもてあそんだり、あるいは嘲笑ったりするのがお好きな方らしい。あらすごい、会ってその日に私を理解する人なんて珍しいわ。私はどうやら異なる世界では魔女と呼ばれる存在になるらしい。そしてどうやら何かの事件を引き起こすらしい。それは私の罪なのですか。罪のわけね。お前はお前だ。コインが裏を向いていた時のことなんて知ったことじゃねえ。ありがとう。しかし異なる運命の世界ではお前は何らかの迷惑をかけていたと言われて心穏やかになる人間はいないと思います。教えてください。私は異なる世界で何を。ベルンカステル、かけらをその子に見せたら。こいつに触れろ。異なる世界でのお前の運命が見える。触れない方が幸せだとでも言いたそうな顔ですね。当然だ、予感しているだろうがろくな話じゃない。それでもそれは異なる世界とはいえ私のことなのですね。お前には知る権利も知らぬ権利もどちらもある。お前があくまで自分と連なりつつも異なる誰か、他人のことと割り切れるなら触れてみるといい。知りたいわよね。自分があるいはひょっとしたら辿ったかもしれない運命なんて。相棒として聞きます。あなたはそれを私に見せたいですか。相棒としてなら見ろという。しかし友人としてなら見るなという。残念、私は友人ではありませんので。俺も相棒として一つ聞きたい。何です。お前男か女か。唐突なことを聞きますね。男と思えば線の細い男にも見える。しかし女と思えば気丈に振る舞う女にも見える。ベルンカステルも分かっててごまかして、ジェシカにはお前を兄とも姉とも呼ばせず次期当主様と抽象的な呼び方をさせ続けていた。本当に勘のいい男。よく性別を聞かれます。だから悔しくてこう言い返してます。どっちに見えますかって。第5のゲームではお前は男ということになっている。しかし数多のゲームでは女だと考えられて、後ろ宮バトラがマスターを務めた第6のゲームでは性別を違えつつも確定しない二人組の悪魔が登場し、それを暗示した。いや、厳密には
一番最初のゲーム、お前の性別はゲームの外側の隠れた謎の一つだ。素直に答えるのも悔しいので、お答えはしないことにします。私はあなたの相棒でしょ。気に入らない性別だったら何か不都合なことでもあるのですか？うん、その通りだ。俺には相棒の性別などどうでもいい。ありがとう。容姿にコンプレックスがあったので、あなたの言葉が嬉しいです。俺は男女平等主義だ。使えねえやつは平等に殴る。私もマナーのない方は男女平等につねりますので。こいつには全てを知る資格があったというわけだ。あなたの相棒にぴったりの駒だったでしょ。推理を続ける。死んだ猫の話はした。そうね、次は生きた猫の話だわ。1986年のベアトリーチェを殺せるのはそれを生み出した奴だけだ。ヒントは山ほどあったわ。思えばベアトリーチェのゲームだった頃からね。そうだな。ベアトリーチェとバトラの第四のゲームでその因縁ははっきりとした。そしてその時点でベアトリーチェが誰であるか、そしてその心が分かった。心とは？動機だ。ベアトリーチェが1986年10月5日に自らの運命さえ問すゲームのような事件を起こさねばならなかった動機だ。さすがだわ。第四のゲームの時点でフーダニットとホワイダニットが推理できてたなんて。じゃあハウダニットは？犯人が誰であるか分かればそれを推理することは不可能じゃない。第三のゲームの連鎖密室はなかなか器用にやったもんだと拍手さえしたくなる。第四のゲームラストの私は誰は分かった？10月5日24時に必ず場所を問わずに殺せる犯人。その時点である種の仮定は可能だ。それこそ黄金鏡のもう一つのお宝ってわけだ。へえ。第四のゲームまでに、すなわちあなたはベアトのゲームだけで全ての答えに至れたと。可能だ。その後のラムダデルタのゲームとバトラのゲームはそれをさらに補足するヒントの塊だ。このお前のゲームさえもな。それではそろそろはぐらかすのは終わりにして、教えてちょうだい、犯人は誰？呼んだの？ああ、フーダニット、ハウダニット、そしてホワイダニット。こいつの動機を理解した。あんた動機が分かられただけでもう降参しちゃうの？具体的な証拠はないんでしょ？赤とか青とかでガンガンと派手に応酬すればいいのに。こいつはもうそんなことは望んでない。俺はお前の動機を心を理解したつもりでいる。それをこれから話す。お前を呼んだのはそれを聞き、間違いがあったら
お前の言葉で正してほしいからだ。お前の4つのゲームでお前のメッセージを受け取り、そしてマスターの違う3つのゲームで俺はお前をどんな不思議な運命がもてあそんだか想像し、言葉を失った。お前はそれを誰にも明かさずに全てのゲームで死ぬ。これはベアトリーチェの葬儀だ。お前が告解し、神なるマスターが聞き、俺が許す。その役目はバトラがふさわしいが、奴は間に合わなかった。だから俺で諦めろ。あれだけベアとはヒントを出したのにね。ラムダもバカバトラのためにあれだけのヒントを与えたわ。それに対するバトラ自身の懺悔のようなゲームも笑えた。でも私は何も笑わせないわ。ただ淡々とあんたの葬儀を取り行うだけよ。お前は喋るな。話しているのは俺だ。いいなら始めよう。誰もせかさない。お前の葬儀が終わるまでベルンカステルは永遠に時間を閉ざして、心の整理に必要な時間は無限にある。こいつが犯人だ。